はい、4月の13日。3日。はい、13合ってます。はい、夕方の日だ。行きましょう。はい、ごめん。つけてなかった。はい、はい、はい、つけました。行きましょう。夕方のひなの音声が一番よくクリアに聞こえる、うん、あ、そうなんだ。なんでですかね。静かだからなの。静かかな。掃除中はこれが全ての音を拾おうとしてる。うんうん、ビシャーとか言えない。私のなんかその掛け声が入ってるのがすごい嫌だな。恥ずかしい。掛け声よいしょーとかっていうのが。ああ、ちゃんと大丈夫、そこは聞こえるようにしようか。あ、面白いポイントあったな。編集してて笑ったよ。え、編集してて笑ってない。編集してて笑っちゃったとこある。あるの。あのブラシでさ、はいはい、ブラシとブラシ同士カンカンやっててさ、あ、それが済んで次なんかビーカーみたいなやつをさ、うん、擦ってる時さ落としたじゃん。あーっつって、うん、大変でした。もう施錠します。はい、映、はい、してなかったんですけど、最初はここの入り口を閉めるんですね、はい、みんなが入れる入り口をまず閉めてからのスタートなんですね。あ、ここも外します。これが本日最後の仕事です。はい、車を開けていただいて、今日は農場長のね方の動画も撮ったんですよね、ここで。お疲れ様でした。外で撮れた。撮れた撮れた。いいですね。よし、こっちの方もねそのうちあげると思うので、うんうん、はい、一周しましょう。はい、こっちから行く。うん、最近はショートよりもロングの方が多い、うん、そうですね。ノーカットを始めたりしたから圧倒的に多い。今日だけで3本。あ、多い。若干風が強いかな。うん、卵はなさそうですね。うん、こっち側にあることあるの？うん、あ、一回だけあった。あるんだ。で、あと糞があるから来てはいるみたいなんです。ああ、そう、今日みんなここの子たちがお昼に通った時、真ん中でお昼寝してました。お昼寝っていうか集まってた。なる。集まって座ってた。何があったんだ。あ、どうした？この換気扇を切っていこうかな。はい、丸2日回しっぱなしになってしまう。はい、換気扇切るらしいです。しばしお待ちを。はい、今佐藤ストリッチファームひな社改装工事中です。はい、ひな社に屋根がつきました。これで雨もへっちゃらですね。それでひな車の中がびちゃびちゃになることもないでしょう。はい、ついでに僕らも雨の日の作業が楽になります。そうですね、感じに乾いてた。はい、はい、お待たせしました。はい、はい、いい感じにできてきたんじゃない？ね、楽しみですね。すごい。ね。ちゃんとしたその、なんだろう。ちゃんとした。小屋というか飼育パドックだなっていう。ちゃんとしてない飼育パドックってあるのか。え、なんか簡素じゃない？あの他の種もないし。ああ、囲いがあれば買えるみたいな。こっち行く。はい、こっちです。卵はあるかな。うん、
かな。あれ、こないだ2個あったとこはここ、うんうん、ここら辺じゃなかった？昨日です。ここさすがに今日はないよね。ないね。1個あった。え、あでも妥当な2日に1回のいいペースじゃないですか。また言われちゃうよ。え、何？あ、じゃあ今回コニタに撮ってもらう。え、お願いします。答え。また弱れちゃうよ。何を？え、巣穴がそこにあるのに卵を巣穴に産まないのはなんでですか？ああ、そう、ダチョウ今オスがいて、あ、今来ちゃった。あの、くぼんでるとこが巣穴なんですけど、ここに産んでいる時が何回に2回ぐらいで、たまにちょっと外れたところに、まあ、あっちとかこの巣穴の端っことかに産んでたりするんですけど、なんで毎回同じとこに産まないのかは不明です、うん、ダチョウの気分じゃない。ナイスキャッチ。え、卵取り取るの楽しいですね。うん、面白い。いつも捉えてる側だもんね。わかんない、ね、いや、いいですね。はい、おしまい。はい、ありがとうございます。いい卵、あ、もらうよ。はい、割れてる。あー、残念。割れかけ卵。でも、かけていてもよいしょ、クランキーには入れます。この穴はもうやばい。いや、入れます。多分クランキーに。しっかり三角形だから爪が入ったんだろうね。あー、天面だね。でも、中の卵殻膜は破れてなさそうです。そうなんだ。多分あの卵黄が見えてたらちょっとやばい。うん、じゃあもう漏れてんじゃん。そう、でも大丈夫そう。そーっと洗えば多分大丈夫でしょう。はい、はい、あっちに行きます。最後にとんでもないとこを取りましょう。あっ、おめでとうよ。少しは落ち着いてほしいもんね。ね、卵はあった。あったね。ありました。またここか。ここも巣じゃないんですけどね。なんか向こうにもあるんで網を持ってきましょう。はい、ほんとだ。じゃん、来ないです。あ、ギリギリ届かない。厳しいぞ。はい、はい、ナイスキャッチ。ナイスキャッチが掛け声なんかな。あー、ごめんなさい、ゴロゴロした。はい、でかい、重い。いいね、いい卵だね。はい、いい卵らしいです。いや、なんかずっしりしてツヤツヤで、はい、グイグイくんです。怒らないです。
怒ってるわけじゃないのかな。うん、多分。怒ってないの多分。ぐいぐい遊びたい。遊びたい。だと思う。突進したい。だってカーもしてこないじゃん。そうだね。なるほど。でもガチョウのオスが。このデカさで。遊びたいだとちょっと私たち。相手できないんです。まるであれだよね。ポケモンのじゃれつく。あ、うん。威力がすごい。パワータイプの子たちがじゃれつく。はい。マリルリのじゃれつくは凶悪で。体重的には誰になるんだろうね。サビゴンよりは軽い。軽い。あ。これもまた巣には入ってない。これは巣なの。うん。てかあれ？55ってさっき言ってた。ああ、あっちにもあるんですよ。おお、2個産んだのかい。それとも昨日の卵なのかい。まあでもあっちだったら見つかんないかもね。多分ね。最高。はい。15番。みんなしゃがんでる。こういう時産まないね。こういう時に産んでくれたらすごい。見に行こう。もしかしたらなくなってるかもしれない。なくなっ、転がしてきたやつがこれだったりしないかな。蹴ってくれた？蹴って転がしてきて、あそこに、あそこの手前までやってきた。いや、こういう帰りの見回りの時にさ、55か。はいはい。産卵に立ち会えたらいいよ。あ、でもある、ある。見ます、あります。産みそうっていうやつにちょっと、しばらく見ると。そう。待ってると思う。どういうやつが産みそうなの？座ってちょっとぜーぜーっていうかパタパタしながら苦しそうな感じ。なるほど。座ってるメスだね。みんな座れ。みんな座るんだ。さて、どこだろう。あった。そうなんですね。あんなとこにあるんですね、1個。ガチョウ来なければ取ってこれそうだ。そうね。よし、輪のうちだ。大丈夫。失礼します。タイムアタック。全然余裕だね。はい、簡単でしたね。はい、むしゃみもいらなかった。いらなかった、よかった。いや、あ、なんかみんなこっち来た。ちょっとシワ寄ってる。うん、このパドックの特徴的な感じです。そうなんだ。うん、じゃあここでもあれか、捨て卵の材料、卵やりやすい。でもさ、さっきの卵普通だったからよくわかんないですね。うん、なんだろうね。難しい。はい、はい、というわけで帰りの馬ごとにでした。でした。はい、バイバイ。